新しい服に予備のボタンと一緒についている小さな生地は穴が開いた時に使う継ぎ当て用の布ではありません。服を洗濯する前に色あせやシミができないかどうか確認するための洗濯テスト用の布なんです。ビルトインオーブンの下についている引き出しはパーティーを開くときや料理をたくさん作るときに食べ物を保温しておくためのスペースです。調理中のオーブンの熱によって引き出しの中が温まるようになっています。パスタの量がわからないときにはパスタサーバーの真ん中にある穴を使ってください。この穴にはちょうど1人前分の乾燥スパゲティが入るようになっています。茹で終わったらスパゲティをすくうために使ってください。海外の公衆トイレの床とドアの間に大きな隙間があるのは利用者を居心地悪く感じさせ長時間こもるのを防ぐための工夫なんです。また隙間があるおかげで掃除が簡単になり緊急時の安全が確保できるという利点もあります。炭酸飲料の瓶の栓についている小さな丸いプラスチックは炭酸が抜けないようにするための工夫です。王冠が液体の漏れを防ぎプラスチックのディスクは内部にガスを閉じ込めているのです。エスカレーターのブラシで靴を掃除してはいけませんよ。このブラシは階段の端に近づかせないためのものなのです。端に近づきすぎると階段と壁の間にある隙間に靴ひもや衣服などが巻き込まれてしまう危険があります。足がブラシに触れた時にとっさに足を元の安全な位置に戻させるために設置された工夫なのです。ハートのキングに口ひげのない理由にはいくつかの説があります。一つ目は詩の一部としてデザインされたというもの。キングには4人の息子がいて1人だけが口ひげを剃っていたので全く遺産を相続できなかったという説。別の説はオリジナルのデザインを複製する際に間違えて口ひげを描くのを忘れたというものです。さらに彼が他の王よりも正直で高貴だということを示しているという説もあります。スペードのエースが他のエースよりも大きくて豪華に見えるのは17世紀頃にイギリスで導入された税法に由来します。トランプのメーカーは印紙税を支払わなければならず税金を支払ったことを示すためにデッキの一番上のカードにスタンプを押していました。スペードのエースが豪華に飾られている伝統は税金がかけられなくなった後もそのままになっているのです。ジェリカンはどんな凸凹道にも耐えられるようになっています。そして上部に取り付けられている3本の棒の取っ手は2人で燃料を運ぶ際に両端の持ち手を持った時に内部の燃料の重さが均等に分かれるように設計されているのです。1人で運ぶ時は真ん中の取っ手を使えばいいんですよ。靴のかかとの上にあるループは靴を履く際に引っ張りやすくするためのものです。かかとを靴に入れる時に引っ張れるようになっています。また靴を洗った後や汚れた時にフックにかけて乾かすこともできますし靴紐を足首に巻きつけて履くこともできます。大半の金属製のジッパーは勝手に開かないように内部に隠れた小さな溝でロックされるようになっています。ですのでジッパーの引き手を上向きにしないよう気をつけてください。下に向ければ自動的にロックされるようになっています。紐がついたタイプのコットンパフの紐は引っ掛けるためのものです。こうすれば袋の下の切り取り線から開けた時にコットンパフを簡単に引き出せます。歯ブラシの青い毛は新しいブラシに買い替える時期を教えてくれます。この部分の色が薄くなってきたら歯ブラシの交換時期ですよ。新車に乗る時や旅行中にレンタカーを使う時はガソリンメーターの給油機アイコンの横にある小さな矢印のマークが役に立ちます。この矢印は給油口が車の左右どちら側にあるかを示しているのです。砂糖や塩の小袋を開けるときには端の部分ではなく真ん中から開けましょう。その方が簡単ですし散らかりにくくなります。瓶の首が長いのは飲み物がすぐにぬるくならないための工夫なんです。瓶の下の部分を持たずに首の部分を持てば飲み物が冷たいまま楽しめますよ。ドアノブは有害なバクテリアが繁殖しないように真鍮や青銅、その他の銅合金によってできています。
これらの金属には殺菌作用があります。ショッピングカートの横にある金属製のループを使うとスペースをうまく活用できます。ここにはジャケットや卵やパンなどの割れたり潰れたりしやすい商品の袋をかけましょう。これでジャケットがしわくちゃになったり卵が割れずに済みますね。缶のプルタブを反対側にずらせば穴の中にストローを入れて飲むことができます。チックタックの入れ物の蓋にある楕円形の溝はミントを一度に一つずつ取り出しやすくするための工夫なんです。イヤホンの横にはスピーカーを通して空気を循環させるための穴が開いています。これのおかげで音質が向上し低周波数による低音が強調されるのです。バスケットボールの黒い線はボールをコントロールしやすくしゲームをプレイしやすくするためにあります。ドリブルしながらコート内を動き回るプレイヤーにとってコントロールは非常に大切です。黒い線があるとボールがつかみやすくなりいろんな方向に動かしやすくなっているのです。もしバスケットボールがツルツルだったらかなりコントロールしにくそうですよね。電子レンジのドアは使用中以外は真っ黒に見えます。でもスタートすると中が見えるようになりますよね。これはガラスが黒いからではなく普通のガラスの中に特別なメッシュが貼られているためです。安全のためにマイクロ波のエネルギーを内部に閉じ込める効果があります。バッグや靴などの商品の箱に入っているシリカゲルは捨てないでください。これには余分な水分を吸収する効果があるので雨の日に履いた靴の中にいくつかシリカゲルの袋を入れておけば靴を乾燥させることができます。バブルバスは良い香り以外にも重要な効果があります。保温効果があるのです。でもその効果があるのはアクリル製のバスタブだけ。金属製のバスタブだとすぐに熱が失われてしまいます。巻き尺の先端についている金属の部分は釘やネジに引っ掛けて一人でも作業できるようにするためについています。先端が尖っている場合は鉛筆を使わずにその部分を使って印を残せます。ケチャップの瓶の首に刻まれた57という数字は意外と役に立ちます。この部分を叩くとケチャップが簡単に出てくるようになっているんです。瓶を斜めにしてその場所を叩くだけで OK。 軟膏のチューブキャップについている小さな尖った部分はチューブが密閉されているホイールの部分に穴を開けるためのものなんです。ペニーから50ペンスまで全ての英国の硬貨を裏にして並べると王室の紋章が表示されるようになっています。昔は硬貨が本物の金と銀でできていましたが中には側面を削り取ったクズを溶かして硬貨を偽造する者がいました。これを防止するために硬貨鋳造所は端をギザギザにするようになりました。こうすることで硬貨が削られているかどうか一目瞭然になったのです。そのため1セントと5セント硬貨の端はギザギザになっていませんが10セントと25セント硬貨の端は現在でもギザギザになっているのです。トレンチコートやピーコートによく見られるハーフベルトはもともと軍隊の男性のために発明されたものです。軍人たちは毛布としても使える特大のジャケットを着ていました。ハーフベルトは本来余分な生地をまとめて歩く邪魔にならないように使われていました。キーボードの F キーと J キーにある小さな隆起は下を見ずに正しいキーを見つけるための印です。タッチタイピングをするときは両手の人差し指を2つの文字の上に置いてください。 iPhone の後ろのカメラとフラッシュの間にある小さな点は会話中のノイズキャンセルとビデオ録画中の音質の向上に使われる3つ目のマイクなんです。コンバースの靴は本来バスケットボール選手のためにデザインされました。そして選手の足にフィットするように靴の底の近くの内側に2つの穴が開けられたのです。この穴のおかげでより足にフィットするように靴紐の通し方をカスタマイズできるようになっています。ノートの余白が考案されたのはネズミに重要な情報が書かれた部分を食べられないようにするためでした。
ネズミは通常本や紙の端をかじるので、人々はページの端に何も書かないようになったのです。ゴルフボールの表面のくぼみには揚力を増加させ、空気抵抗を減少させる効果があります。くぼみがあることでボールの飛距離が伸びるようになっているのです。くぼみは球形である必要はなく、どんな形でもいいのです。でも自分に合ったボールを選びたかったら、専門家に相談してみましょう。カッターナイフが切れなくなってきたら、取り外し可能な後ろのパーツを使って切れなくなった刃を折り、新しい刃に取り替えましょう。これで切れ味が復活しますよ。ペンのキャップは誤って飲み込んでしまった時のために、上部に小さな穴が開いています。穴があるおかげで軌道が塞がれることはありません。缶切りはハサミの代わりとしても使えます。パッケージの端に沿って切ればすごく簡単に開けられますよ。ホッチキスを簡単に外れるように留めたかったら、ベースの部分を回転させてピンが外側に曲がるようにセットしてみましょう。テイクアウト用の紙やプラスチックのコップの蓋は便利なコースターとしても使えます。カップの底がぴったりはまるサイズになっているんです。さらに冷たい飲み物につく水滴もキャッチしてくれます。マニキュアを保護用のシールとして使ったり、マニキュアで物をくっつけられるって知っていましたか？それは接着力と防水作用があるためです。スーツのジャケットには右側に余分なポケットがついていることがあります。これはチケットポケットと呼ばれるものです。もともと馬に乗っていた人々が料金所でジャケットを開かずに支払いができるように硬貨を入れておくためのポケットだったんです。その後、列車の切符や定期券を入れるために使われるようになりました。ちなみに左胸のポケットはハンカチをきれいに保つために使われていました。バックパックのジッパーに引き手が2つ付けられているのは、スリからバッグの中身を守るためです。2つの引き手の間に小さな錠をかければ、いつの間にかリュックが開けられるのを防げます。自由の女神の冠には尖った部分が7つありますが、それらは世界中の大陸を示しています。また自由の女神は最初から緑色ではありませんでした。フランスからアメリカに到着した当初は銅と鉄で作られていたため、艶のある茶色をしていたのです。ですが時が経つにつれて銅が酸化し、現在のような緑色に変色したのです。女神像は当初ニューヨーク港を航行する船のために灯台として使われるはずでした。そして16年間灯台として使われていたのです。ですが光の量が足りませんでした。そのため明るくするために金で覆うというアイデアもありました。ですが議会で反対され、実現しませんでした。南京錠の下の部分にある小さな穴は雨の日に水を排出し、腐食を防ぐためのものです。また開閉しやすくするために、その穴から油を刺すこともできます。ピーナッツバターは容器を逆さまにして保存しましょう。こうすれば表面に油がたまらずに済みますよ。女性の衣服の左側にボタンがつけられるようになったのは、右利きのメイドが服を着させやすくするためでした。現在では大半の女性は自分で服を着ますが、その伝統は未だに残っています。シャツのボタン穴はほとんどが縦型ですが、一番上と一番下のボタン穴は横型になっていることがあります。この2つのボタンは他のボタンよりも外すことが多いので、こうなっているのです。そして横型のボタン穴は服が簡単に開かないようになっています。3色の歯磨き粉は歯茎のための赤、白い歯のための白、フレッシュな息のための青と言われていますが、それは単なるマーケティングのトリックに過ぎません。1色の歯磨きも全て同じ成分から作られているので、惑わされないように気をつけましょう。ヘアピンが波打っているのは見栄えを良くするためではありません。波打った部分はピンがずれないように固定するためにあります。波打った側の方を下に向けて使えば髪がずれにくくなりますよ。海外の中華料理のテイクアウトの容器は開けばそのままお皿として使うことができます。食後お皿を洗わずに済むのは嬉しいですね。
缶入りのチョコを取り出したいときには中皿のへこんだ部分を押してみましょう。そうすれば簡単に取り出せますよ。外国でパンが焼かれた日を知りたかったら、袋を留めているカラフルなプラスチックのタグを見てみましょう。月曜日に青いタグで、火曜日は緑色のタグで、木曜日は赤で、金曜日は白で、土曜日は黄色のタグのように曜日が決まっているんです。これを知っていれば焼きたてのパンを購入できますよ。ズボンにセンタープレスがついているのには歴史的な理由があります。当時は商品を輸送するのにかなりの費用がかかったので、できるだけ薄く畳もうとしていました。そして折りたたまれたズボンはスペースを取らないようにかなり強く押されていたのです。そのため後になってもシワを取ることができず、それがファッションとなったのです。エレベーターのドアに開いている1円玉と同じくらいの穴は鍵穴です。人が中に閉じ込められた場合に、オペレーターがこの穴に特別な鍵を挿入すると、手動でドアを開けるようになっているのです。エレベーターの定期的なメンテナンスを行う際にも同じツールが使われています。ドーナツの穴は食べるときに持ちやすくするためのものではなく、均一に火を通して素早く大量に揚げるための工夫なんです。もともとリュックサックについている2つ穴のひし形のワッペンはトラベラーバッグ専用に取り付けられていました。本来の目的はロープをくくりつけることだったのです。現在では単にデザインとして取り付けられている場合も多いですよね。ミネラルウォーターや傘やスニーカーなどを運ぶためにも使えますよ。ヨーグルトを買ったのにスプーンを持っていないという時には、アルミホイルの蓋をスプーンの形にして使えばうまく食べられますよ。ガソリンスタンドの燃料ホースの中にはマグネットのロックが装備されている場合があります。万が一ノズルを車に差し込んだまま運転してしまった時は、ホースが自動的に外れる仕組みになっているのです。帽子のポンポンの由来には有力な説があります。あるフランスの船員が航海中に船のキャビンにしょっちゅう頭をぶつけていたので、痛みを和らげるためにポンポンを発明したと言われています。タイヤのトレッドの溝にある小さなゴムの隆起はタイヤを交換する時期を知らせるためのものです。トレッドの高さが隆起の高さと同じになったらタイヤの買い替え時期です。トレッドの方がまだ高い場合にはまだ大丈夫だということです。ロリポップの棒に開いている穴はおまけの笛ではなく、キャンディーが喉に詰まった時に窒息しないためのデザインなのです。バックミラーの下にあるタブは後続車のヘッドライトで目がくらまないようにするための工夫です。夜間の運転中は前に押して、日中には再び元の位置に戻してください。浴室の流しの穴は水が溢れないようにするためのものです。この穴には余分な水を排出する役目があります。さらに空気を逃がす効果もあり、水を流れやすくしているのです。車のフロントガラスに施されている黒い点は黒セラミックまたはフリットと呼ばれるものです。製造工程で焼き付けられ、ガラスをフレームに接着するシーラントを保護しています。黒一色から徐々にドットマトリクスへと分かれていき、温度を均一に分散させて光の歪みを低減させる効果があります。海外の化粧品の規格表示には重要な意味があります。小さな開いた瓶のマークは開封後の使用期間で、パッケージを開封した後の品質が良好な期間を示しています。時間は通常月単位で表示されるので、数字とアルファベットの M が使われています。砂時計か卵のマークは使用期限のシンボルで、使用期限が30ヶ月未満の製品に付けられています。ヨーロッパで使用されているグリューネプンクトのシンボルは、製造業者が包装廃棄物の生態学的に責任のあるパッケージのリサイクルに対してお金を支払うことの表示です。流しやトイレでフランジャーを使う前に正しいタイプであるかどうか確認してください。流し台や浴槽などの平らな面にはお椀型のタイプを使って、
トイレのパイプには先の部分が細くなっているタイプを使ってみましょう。食洗機を使う前に食器をすすいでもあまり意味はありません。最新の食器洗い機に搭載されている特別なセンサーはお皿がどれくらい汚れているのか探知できるのです。そしてコントロールされた水流で全て洗い流します。ですので皿に残った食べ物をどかしてきちんと入れさえすればいいのです。ピーラーを使うと玉ねぎを簡単に薄切りにできるんです。これで多くの時間を節約できますし、ストレスも涙も気にせずに済みますよ。チーズをスライスするときにもピーラーを使ってみましょう。ジーンズについている小さなボタンはリベットと呼ばれていて、もともと縫い目が破れないように発明されたものです。当初ジーンズは主に工夫などの労働者の作業着だったため、耐久性を高める必要がありました。現在ジーンズはただのファッションですが、リベットをつける伝統は今でも続いています。木製のハンガーは適当な木で作られているわけではありません。ハンガーに使われている杉の木は虫や蛾を撃退する効果があることで知られています。さらに爽やかな香りと優れた耐久性を備えているのです。木製のハンガーはコートやジャケット、ドレスやウールなどの虫に食われやすい衣類をかけるのに最適です。飛行機の窓の下の部分にある小さな穴からは空気が流れるようになっています。機内に過度の圧力がかかり、高高度に上昇する際に窓が破損するのを防止する効果があるのです。さらに乗客の吐く温かい息によって窓が曇らないようになっています。ジーンズの小さなポケットは5番目のポケットとも呼ばれ、本来は懐中時計を入れるためにデザインされたものです。1800年代半ばのカリフォルニアの金鉱夫は時間を知るために時計を使っていました。そしてジーンズが彼らの作業服でした。高価な時計を壊さずに持ち運ぶために使われました。今は時計ではなく現金やリップクリームなどを入れますよね。子供に安全な薬のボトルの蓋には両側にネジ山があります。片方は普通のネジ山になっているのでロックすることはできません。ですのでキャップを取り外すのが苦手で、普通のキャップでも構わない時には反対側を使ってみましょう。キーボードの文字の配列はアルファベット順ではありませんよね。もともとタイプライターのキーはアルファベット順に並べられていましたが、タイピストが早くタイプしすぎたためにキーアームが重なり頻繁に故障していたのです。メーカーはタイピストの速度を落としてタイプライターの故障を防止するために順序をランダム化することにしたのです。オーディオのプラグの溝は音の送信中のワイヤーを保護するために絶縁体が使われています。そのリングの数は曲の数によって異なります。3極プラグの場合、そのうちの2つは左右の耳のためで、3つ目は設置用なのでステレオかアンプに接続しなければなりません。マックフルーリーについてくるスプーンには四角い穴が開いています。その目的はアイスクリームとトッピングを一緒に混ぜる機械に取り付けるためなんです。機械のバーがスプーンにはまり、ドリルがネジを回すようにかき混ぜるのです。またデザートを食べている時にも汚れずに済みます。果物や野菜のステッカーに4桁のコードが表示されている場合、生産者が農薬を使用したという意味です。オーガニック製品には5桁のステッカーがあり、最初の桁には9が使われています。遺伝子組み換え商品にも5桁のコードが表示されていますが、最初の桁には8が使われています。紙パック入りの牛乳やジュースをうまく注ぎたかったら反対側から注いでみましょう。あちこちに飛び散らずコントロールしやすいですよ。キーボードの足を出してキーボードを傾けるとどのキーを押しているか見やすくなります。でも使わない方が手首にかかる負担がかなり少なく済みます。オリーブスプーンを使うと液体の入った瓶や缶、ボウルからオリーブやチェリー、ニンニクのピクルスなどを簡単に取り出すことができます。真ん中に開いている穴はスプーンから液体を流すための工夫なんです。
爪楊枝の溝は見栄えを良くするためのものではなく、お皿がない時に先端がテーブルに触れないようにデザインされています。溝の部分を折ればもう一つの溝に爪楊枝を置けるようになっています。